皆さんこんばんは。江戸川病院の経営です。本日はもう長い時間皆さんお疲れだと思いますけれども、最後の話題ということで、私の方から心房細動のお話しさせていただきたいと思います。本日の内容として、心房細動で症状はどういう症状があるんだろう、原因は何か、検査はなぜ怖いのかということと、あと心房細動の治療ですね。我々の病院ではその心房細動の治療、いろんな治療をやってますけれども、最近新しい治療を始めました。それについても後で詳しくお話しさせていただきたいと思います。まず心臓の働きからちょっとご説明しますと、心臓というのは全身の血液を循環させるポンプの役割を果たしています。心臓がポンプとして働いて、全身の血液を循環して全身の臓器を養って、人間は生きていることができるわけですね。そのポンプを司っているのは実は電気の力です。心臓は電気の刺激をきっかけに動いているんですね。電気のきっかけっていうのは、この心臓の右心房というところから電気が出て、それぞれ右心房、左心房を刺激した後に下の心室というところに出します。で、心室を電気で刺激することによって収縮します。それが血液を拡出して全身に循環させるわけですね。この電気の、頻度ですけれども、安静時には1分間に、正常であれば60から100回ほど繰り返しています。で、正常だとですね、このようにこう動結節から出てこの心室まで達するのを一般として、それを規則正しくリズムを刻んでいるんですけれども、今回の話題の心房細動というのは、心房の中でですね、心房の筋肉は300とか400の頻度、とても速い頻度で興奮している、プルプル震えているような状態になります。それが不規則に心室の方に伝わる状態、これを心房細動。よく心室細動という病気もありますけれども、心室細動と心房細動をこう混同される方もいらっしゃると思うんですけれども、心室細動っていうのはこの下の方がこうプルプル震えて、こうなるともうポンプとしての役割を果たさないので、もう心臓がほぼ止まったような状態になるわけですね。これで突然亡くなる方、高円宮様という方が突然亡くなられた、突然死の原因なのが心室細動で、心房細動は直接は命に関わらないんですけれども、このようにですね、心房がかなり震えて不規則になってしまう、で、いろんな合併症を起こすわけです。で、どれくらいの方が心房細動になっているかということなんですけれども、やっぱり心房細動というのは年齢とともにどんどん増えていく病気です。心房細動の患者の割合というのは、特に男性の方が多いんですけれども、例えばですね、もう70歳代の男性であれば100人いれば3人は心房細動、80歳の男性であれば100人いれば4人は心房細動だと。結構稀な病気ではなくて、かなり普通にある病気だと思っていてください。症状なんですけども、症状としては胸がドキドキするっていう症状、人によってはめまいがする、体がだるい、呼吸が苦しい、さまざまな症状を呈します。でも動悸でドキドキしていれば、それは不整脈もしくは心房細動かというと、実はそうではありません。不整脈以外にも動悸を自覚することがあります。例えば、不安とか緊張、ストレスなどで動悸を感じる方もいらっしゃいますし、血液が薄い貧血状態でも脈が速くなって動悸を感じます。また更年期障害とか甲状腺の機能が異常に亢進する場合、運動不足の方が急に運動した場合とか、薬の副作用、発熱、脱水で、中にはですね、拍動そのものを、敏感に感じられて
ドキドキと感じられる方もいらっしゃいます。ですから動機があるからといってイコール生命心房細動ではないということです。心房細動の原因なんですけども、心房細動の原因はさまざまな原因がありまして、心臓に関するものであれば血圧が高いこと、これは心房細動になりやすいです。どうしてかというと心臓にやはり負担をかけるわけですね。高血圧っていうのは中には弁膜症とか、先ほど大平先生がお話になった狭心症とか、あと心不全、心筋梗塞、こういう病気も心房細動の原因になるようです。他にはですね、心臓に関係しないものであればですね、先ほどお話したように年齢とか糖尿病、肥満、喫煙、アルコール、ストレス、甲状腺機能亢進症、こういうのも心房細動の原因になります。それでは心房細動はどんなふうにして調べるか、診断するかということなんですけれども、まず一番簡単なのはですね、皆さんのこう脈を取っていただく、この手首のところ、もしくはこの肘のところ、動骨動脈、上腕動脈といいますけれども、ここで脈を取っていただいて、まあ、時計を見ながらですね、脈を測っていただいて、1分間に、まあ、60から100回、それも規則正しいかどうかを見ていただければ、自分が不整脈なのか、心房細動なのか分かります。心房細動だと規則正しくなくて、一つ一つがかなり規則になります。それが心房細動の特徴です。脈のパターンがですね、正常であればこのようにこう規則正しいんですけども、心房細動であればこのバラバラになります。中にはですね、気外収縮といって、その、まあ、軽い不整脈もあります。これはですね、おおむね正常なんですけど、たまにポンと早い、これは気外収縮。実はまあこれが心房細動の原因にもなるんですけども、まあ、これだけの状態であればまだその害はないわけです。心房細動になるとやっぱり合併症を起こしてくるということが分かっています。3月9日から2ヶ月後ですね、脈の日というのが制定されています。これは生命学会と脳卒中学会が定めた、で3月9日から1週間は心房細動週間と制定されていて、心房細動と、まあ、脳梗塞の危険性について、まあ、広く知らせるためにこのような日も設定されています。で実際の検査ですけども、心房細動の検査にはこの心電図というのがあります。まあ、心電図を見ると心房細動か正常かは分かります。心房細動だとこのように脈が速くて、まあ、一つ一つが規則になる。これを見れば、まあ、心房細動と一目瞭然です。正常であればこのように正しい心電図になりますけども、心房細動だと脈が速くなるんです。あと、気栓のところ、ここはギザギザしてますね。これも心房細動の特徴です。心房細動になった場合は、その心臓のやはり弁膜症がないかどうか、心臓の機能が異常がないかどうかを見るために心エコー検査をやります。これは超音波検査、皆さんもやられたこともあるかもしれませんけども、超音波で心臓の動きを見る検査です。軽食道心エコー検査というのがあります。これも超音波の検査なんですけども、実際にですね、胃カメラのようにして、口からこういうエコーの機械、先端にエコーがついた管を入れて、その食道から心臓を見ます。どうしてこういうことをするかというと、やはり胸から当てるよりも食道と心臓ってぴったりくっついてるんですね。ですから食道から見た方が心臓の中の情報がより詳しくわかります。実はこの心臓の中の血の塊、心房細動になりますと心臓の中にこの血の塊ができますけれども、それがあるかないか判断するのはこの軽食道心エコーの方がより正確です。ですから心房細動の心電図、心房細動の診断になったら、やはり心臓の中に血の塊がないかどうかを見るために、この検査はやはり必要な検査になります。今では CT でもですね、こういう心臓の中に血の塊がないかどうかを見ることもこれでもいい。中には心房細動と普通の脈をこう行ったり来たり繰り返している方がいらっしゃいますよね。そういう方はですね、実際に我々の外来に来て心電図を取っても、動悸がするということで来ても、
正常なことがあるんですね。たまたま正常。ところが家に帰ったらやっぱり心房細動と正常を繰り返している。そういう方に対して、やはり一瞬の心電図ではなくてですね、ホルター心電図という24時間の心電図を取ることによって、こういう心房細動が実は捉えられたりします。ですから、この検査も心房細動の検査としては非常に大切な検査です。あとはですね、最近では携帯型の心電計といって、やはり症状があったときにですね、一般の方でも伝えるように、このように胸に当てれば、生脈かどうかを診断してくれる機械もあります。それでは次に心房細動、じゃあどうして怖いのかということなんですけれども、やはり合併症、大きい合併症として心不全、脳梗塞、この2つがあります。心不全もやはり怖いんですけれども、特にやはり後遺症を残すという意味ではやっぱり脳梗塞、脳塞栓、これがやはり怖いですね。脳塞栓というのは言葉が喋れなくなったりとか、あとやはり排泄障害、言語障害、手足の麻痺、いろんな大きい寝たきりになったり、これで命を落とすこともあります。実際にどうやって血の塊ができるかというと、やはりこのようにプルプル震えていると血液がよどんでしまいますね。よどんでしまうと血液っていうのはスムーズに流れで固まらない性質を持ってますから、血が固まってですね、それがこの左心房から左心室になります。そうすると心臓から出た血栓、血の塊が頭に飛んでしまって、それで脳梗塞、これは脳塞栓というものです。この心房細動による脳塞栓を発症した有名人は小渕首相であったりとか、長嶋監督とか、オシム監督、いずれもまだまだ元気な60代の方、もうバリバリ仕事をされた方にこういう大きい合併症が起きました。特にオシムさんですけども、ちょっとビデオを見ていただきますけども、やはり脳梗塞、脳塞栓、心房細動による脳塞栓というのは前触れがあまりなくていきなり起こると、オシムさんの場合でもそうだということが言われています。心房細動と脳梗塞の関連というのはやはりなかなか皆さんご存知でない方もたくさんまだいらっしゃると思います。でこのようにですね、オシムさんは比較的、回復されましたけれども、その
意識障害とか麻痺があったりとか、こういう大きい病気に症状が出ます。脳梗塞か脳塞栓、私両方言いましたけどちょっと混乱しますので追加しておきますけど、脳梗塞っていうのは3つタイプがあるんですね。もともとそのこうちっちゃい血管で動脈硬化に陥ることによって油かすが溜まることによってちっちゃい血管が詰まってしまう楽な梗塞といいます。梗塞の範囲がちっちゃいです。で、楽な梗塞よりも大きい、動脈硬化性の梗塞、これは比較的、範囲としては大きいんですけど、一番大きいのはですね、太い血管がトーンと詰まってしまう心房細動が原因の心原性脳塞栓ですね。ですから脳梗塞の中の脳塞栓、これは心房細動に関わる関係する病気です。ちなみに脳卒中という言い方がありますけれども、脳卒中というのはですね、いわゆる脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、それを全て合わせたのが脳卒中です。で、出血するタイプと、あと詰まるタイプ、で詰まるタイプの中で心房細動に関係する心原性脳塞栓というのがあります。このようにやはり範囲が大きいんですね。で、実はその一番予後が悪い、長生きできないっていうのがやはり心原性脳塞栓、これは心筋梗塞よりも5年生きれる確率が非常に低いと、5年間で3割の患者さんしか生存してない、つまり7割の方は亡くなっているという、非常に心房細動による脳塞栓は生命の予後が悪いということが分かっています。半分ぐらいはですね、死亡か寝たきりか車椅子になってしまう、非常にやはり怖いですね。で、治療、今日の主なメインのお話なんですけども、その治療についてお話したいと思います。治療はどういう治療があるか、やはり脳梗塞、脳塞栓を起こすため、起こす前に治療しておきたい、それが心房細動の治療なんですけども、まず心房細動を正常な脈に戻してそれを維持する方法として、薬があったりとか電気ショックがあったりカテーテルアブレーション、手術ですね、あります。あとは心拍数も、心房細動は心房細動のままで心拍数が速くなりすぎないようにする治療もあります。あと大切なのは脳塞栓を防ぐために血をサラサラにするお薬、ワーファリン、心肌抗凝固薬、4種類ほど日本で使われてますけども、そういうお薬を飲んでいただく、そういう治療が必要になります。ちなみに心房細動も起こり、まず心房細動と普通の脈を行ったり来たりする初期の段階から、これは発作性といいます。だんだん発作する持続時間と頻度が多くなる持続性で、慢性というのはもうずっと続いている。その段階によって治療方法は変わってくるんですけども、特に発作性とか持続性であれば、同調率を維持、正常の脈を維持する治療。持続性から慢性だと心拍数を調整する治療になります。発作性から慢性、初期の頃から慢性に従う、もう全てに合わさって抗凝固療法っていうのは続けられることになります。で、薬物療法なんですけども、薬物療法はなかなか効きが悪いということが分かっています。いろんなお薬が試されてますけども、5割以下でしょうね、5割以下しかその普通の脈、正常の脈を維持する効果はないということが分かっています。ということで、やはり完全に治してしまう手術としてカテーテルアブレーション、これがやはり最近注目を浴びています。もう3年前ですね、三浦雄一郎さん80歳でエベレストに登頂成功されました。実は三浦雄一郎さんの心房細動、三浦雄一郎さんは脳塞栓は起こされていませんでしたけれども、やはり心房細動があることによって、やっぱり心肺機能がやはり低下していました。それでアブレーションを受けて、正常の脈を維持するした上でですね、ベレストに登頂に成功されたということが分かります。
戸川病院でもそのアブレーション、カテーテルアブレーションというのはいわゆる不整脈全般の治療なんですけども、まあ、年々増えています。で特にですね、この、まあ、あの茶色で示した心房 AF と書いてあるんですけど、心房サイドのアブレーションというのは年々増えています。もう今までですでにあの500件以上の心房サイドのアブレーションを行っております。心房サイドのアブレーションというのはどういうことをするかというと、具体的にご説明します。実は心房サイドというのはきっかけがありまして、先ほど300から350ぐらい の頻度で興奮するというふうにお話ししましたけど、きっかけがあってですね、左心房に流れ込む、肺できれいになった血液がこう流れ込む肺静脈という血管が4本あるんですけど、実は肺静脈の中からですね、異常な電気信号がこう入ってきてですね、それで左心房を刺激して興奮させるということが分かっています。実はその異常な電気信号は心電図を取ったら分かるんですけども、この気外収縮というのはこういうやつですね、これは正常の脈、正常の脈なんですけども、これが気外収縮に変化する、こういうのがきっかけになるということが分かっています。で心房サイドのきっかけとなる今のような気外収縮というのは 94% が肺静脈器官、つまり94、ここがやっぱりあの心房サイドのきっかけのもう主なものだということが報告されています。ということで具体的にはどういうことをするかということなんですけども、まず足の付け根から持っていったあの管ですね、まあ、手術といっても胸を開いてやる手術ではなくてですね、カテーテルというそういう管を使ってやります。で足の付け根から持っていった管をあのずっと上に上げていくと右心房というところを出します。右心房と左心房があの治療の対象なので、左心房に管を針でプツッと穴を開けて左心房に管を持っていきます。で肺静脈を造影するんですね。で造影した上でですね、この肺静脈の入り口のところにこの輪っかみたいな管を、これは電気の流れを読み取る管ですね、これを置いて電気の流れを観察しながら60度ぐらいの熱でですね、こうじゅっとこう一ポイント一ポイントこう焼いていくんですね。こう焼いていくと肺静脈と左心房の電気の連絡がなくなります。そうすると異常な電気信号が肺静脈から左心房に来なくなる、そうすると心房細動が起きなくなるという原因です。もう一回ご説明しますと、このように肺静脈の中から異常な電気信号が入ってくるのを防げばいいわけですね。そうするためにこうやって一ポイント一ポイントあの熱60度ぐらいの熱で焼いてこの電気の壁を作ります。そうすることによって心房細動が起きなくなるというような手術です。これは実際にあの手術を行っている時なんですけども、実際の手術はですね、こういう 3D のナビゲーションシステムを使ってやります。これは心臓の左心房の CT なんですけども、 CT でこの点は一つ一つ焼いたところを記録しているところなんですね。このようにあの、まあ、いわゆる、まあ、テレビゲームではないですけども、それに近い感じであのモニターの画面を見ながらやる手術。これで肺静脈と左心房の電気の連絡がなくなる、そうすると心房細動が起きなくなります。でどれぐらい効果があるかということなんですけども、この1回の手術で完全に良くなる、もう 100% 治りますよという手術は実はないんですね。やはりあのように電気の壁を作ってもやっぱり人間の体ってその組織が回復してきてまた再現する、そのせいで5年間フォローして、あの1回のアブレーション手術で5年間フォローするとやっぱり5割ぐらいの方はまた再発します。ところが追加の手術、まあ、2回もしくは3回やるとだいたい5年間見て8割の方は治っています。ですからこれで 100% 治るっていう手術ではない、まあ、これはもうあのドイツの
一番最先端の病院の成績ですけども、まあ、これはまあ現実です。で当院では1年間フォローして、まあ、あの発作性と初期の段階であれば 92% の方がもう治ってます。で持続性もちょっと進行した方であれば 83% の方がほぼ治ってます。ところがまあ不整脈の治療なしで普通の脈を維持するということであれば7割ぐらいの方が同じような感じのデータとなっています。また心房細動というののアブレーションというのはあくまで手術なので合併症、これはゼロではないんですね。例えば心臓の壁にちょっと傷をつけて血液が漏れてしまう心胆のなるというのがやはりこの、まあ、どんな有名な施設でもやっぱり100人から200人1人は起こるというふうにされています。他にはですね、脳梗塞も1000人いたら5人ぐらいは起こるというふうに、あ、1000人いたら3人、1000人3人は起こるというふうに言われています。なのでやはり心房細動のアブレーションというのは非常に、まあ、効果もあるんですけども合併症のリスクも、まあ、それを天秤にかけてやらなきゃいけない手術です。ですから心房細動の全ての人が適用ではないですね。例えばどういう人が得するか、効果が期待でき危険性が低い人かということですけども、まあ、これは発作性といって、まあ、初期の段階で、あと左心房が大きくないとか自覚症状がはっきりしている75歳以下、あと年間50例以上実施している施設、まあ、当院は、まあ、年間100例近く心房細動アブレーションをやってますので、まあ、この、まあ、得する人が来ていただいて結構な病院だと思います。得しない人、効果が期待できず危険性が高い人はもう慢性の場合はやってもあまり効果が期待できない場合があります。他にはもう左心房がこう非常に大きくなっている、これはもう慢性の証拠ですけど、まあ、自覚症状がないとか高齢であるとか心房の中に血栓があるという人はアブレーションを進めていきたい。それで最近この今まではこの高周波使ってやって熱の力で治療していたんですけども、最近、まあ、昨年から新しいそのエネルギーを使った、逆に冷やす冷凍を使う、冷凍のバルーン風船を使うことによって治療するっていう方法が出てきました。これもちょっとビデオでご説明します。先ほどのようにですね、足から持っていた管を左心房に持っていきます。でこれが肺静脈で、肺静脈の中からやっぱり異常な心房が入ってきますので、そこにですね電気を読み取る管をこう差し込んで、風船をですね、だいたい直径が28ミリだから3センチ弱の風船を持っていって、それを膨らまします。で、そこで入り口に当ててですね、完全に塞いだ状態で、ここを風船の中をですね、マイナス60度にします。液体窒素を使ってもう一気に冷やします。3分間一つの肺静脈で3分間冷やして、そうするとですね、ここがこの部分が白くその隔離できたような状態、電気を通さない状態、まあ、こういう治療です。もう一回お話しますと、こういう液体窒素の、まあ、ボンベを入れたような機械で液体窒素を送り込んで冷やすんですけども、風船を縮めた状態で持っていって膨らませて押し当てて冷やす。でこのように電気を通さない部分を作ってあげるということです。それぞれ 4つ
肺静脈がありますから、それぞれに対して3分間ずつ冷やします。そうすると肺静脈との電気がもう完全になくなります。これはその電気が流れていればこういうふうに紫になっているんですけども、もう電気が流れなくなったので肺色になっています。ということで今高周波、今までずっとやってた高周波は一つ一つこう点を線にしてずっとこう電気の壁を作ってきたんですけども、この最近出たクライレートアブレーション、レートバルーン、これではですね、まあ、一気にこの隔離の線を作ってしまうというような治療です。じゃあこの冷凍のバルーンはなぜどこがいいのかというところをご説明しますと、まず合併症が少ないということが言われています。あと手技時間が短い。あと、まあ、やる方法、点を線にしてもういちいちこう焼いていくっていうのはやっぱり技術っていうか経験がいったんですけども、やはりその経験の少ない人でもあまり変わらず、経験の豊富な先生もあまり変わらずできるという利点があります。まず合併症が少ないのはですね、やはり熱を出してこう、まあ、焼くわけですね。焼くと表面がやっぱり炎症を起こして、やっぱり血の塊がついてしまう。それが頭に飛んでしまったり、脳梗塞のリスク、まあ、これがこのクライオ、まあ、冷凍の場合だとないんですね。あと熱を出すとですね、組織の心筋の中の水分とはこう膨張してですね、こう破裂するような水蒸気爆発っていうのが、それスチームポップって水蒸気爆発のことなんですけど、それによって心筋が破れてしまって傷がついてしまう、まあ、こういうことが冷凍だとないと。あとこの変幻がやっぱり熱だとまだらになってしまう。やっぱりこれ再発が起きます。で、冷凍だとくっきりしています。正常的に、まあ、こういうことで再発が少ないということが言われています。あと、手技時間が短い。まあ、当院でもまあ21例ほどやってますけれども、まあ、当初、高周波でやってたのは3時間半ぐらいかかってたのが、まあ、2時間半、1時間ぐらい短縮されました。まあ、これは患者さんの負担が少なくなります。あと、術者によるばらつきが少ないということが言われています。まあ、現在というか、まあ、去年の12月1日現在ですね、23区でこのクライオアブレーションをやっている施設は、このあと新の7施設と当院の計8施設だけなんですね。やはりこの東京東ではほとんどやっているところはありません。まあ、まだまだ普及はしてないんですけど、我々はかなり早い段階で始めて治療をしております。最後にですね、抗凝固療法、これもまあ大切な治療です。で、バーファリンっていう、まあ、納豆食べちゃダメだよっていうお薬ですけども、まあ、これは長年使われてきたんですけども、5年前から新しいお薬が出始めている、まあ、製造量として4種類出てます。まあ、これはやっぱり先ほど言ったように血の塊を作りにくくして脳梗塞を起こすのを防ぐようですね。なかなか高いお薬です。ワーファリンはもともと安いお薬ですから、それに比べたらまあ桁が一つ違いますよね。ところがまあいいのはですね、やっぱりワーファリンより、まあ、同等もしくは優れているんですね。有効性、脳塞栓を防ぐ力が強い、安全性も優れています。あと食べ物の食事制限がないとか、いろんないいことあるんですけど、まあ、高いというのがデメリットです。これにおいて心房細動に対するこういう血をサラサラする抗凝固療法において大切なことは、やはりお薬、きちんと内服を継続することですね。ワーファリンっていうのはやっぱりの結構効くまでも時間かかるし、飲むのをやめてからもまだ効果が残っているお薬で、まあ、1日2日ちょっとお薬飲むのを忘れてもあまり体制に影響なかったんですけども、この新しいお薬はすぐに効いて、すぐに効果が消えるので、一日飲むのを忘れて、そうすると、まあ、血液が溜まりやすくなって、血栓を作ってしまうということがあります。ですから、やはり
このきちんと継続すること、これが大切です。ということで、心房細動のお話と、あと新しい治療についてのお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。